ヘビー級ノンタイトル10回戦、ティム・ウィザスプーン対レイ・マーサー。メインイベントAnd Dennis Rappaport Productions, in association with your undisputed king of beers, Budweiser, present the co-featured bout of the evening, sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner Larry Hazard Sr. All officials will remain the same, except the timekeeper for this bout will be Earl Curry. Your three judges scoring this contest on a 10-point must system are Calvin Claxton, John Potteray, John Potteray.And Paul Venti. And when the bell rings, the man in charge of the action, Tony Perez. Referee is Tony Perez. And now, ladies and gentlemen, 10 rounds of boxing, of world-class heavyweight boxing. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing white trimmed with black and weighing 235 pounds. His professional record, 45 victories, including 30 knockouts.With only 4 defeats, and he has earned 2 world titles. From Philadelphia, Pennsylvania, ladies and gentlemen, introducing the former 2-time heavyweight champion of the world, Terrible Tim Witherspoon. WBC と WBA、かつて2つの団体の世界チャンピオンになっています、ティム・ウィザスプーン。Fighting out of the blue corner, wearing black trimmed with gold. He weighs 239 pounds. In 1988, he captured Olympic gold. And now as a professional, he has 23 victories, 16 by KO, with 4 defeats and 1 draw, and a world title belt. He fights for the Mark Roberts Worldwide Organization from Newark, New Jersey. Here is the former WBO World Heavyweight Champion, Merciless Ray Mercer. 元 WBO 世界チャンピオン、レイン・マーサーです。ヘビー級ノンタイトル戦、さあ浜さん、はい、この注目の両者、どこをポイントにご覧になりますか。まあこれは両方に言えることなんですけど、両方とも打たれ強い選手なんですよね。はい、ですから数多く打たなきゃ両方とも、ダウン取れないというところあると思いますよ。そうですか、はい、38歳ティム・ウィザスプーン、35歳レイ・マーサー、この2人が激突します。サバイバルマッチ、場所はニュージャージー州アトランティックシティコンベンションセンターです。まあ、2タイムワールドチャンピオンと言いましたね。まあ、ウィザスプーン2度世界チャンピオンになってるんですけど、これまで歴史を続いてですね、7人しかその、王座に返る在体ヘビー級チャンピオンいませんね、はい。まあ、パタソン、アリー、ウィザスプーン、ホリフィールド、フォアマン、タイソン、モーラーですね。さあ試合が始まりました。まずボディを打っていきました。ティム・ウィザスプーン、フロントランクス、レイ・マーサーが返します。インサイドからシェロン・トランクスがウィザスプーン、かつて両団体を制しましたティム・ウィザスプーン、そしてレイ・マーサーは WBO のチャンピオンでした。まあいいメンバーです。これがレイ・マーサー29戦目、一方のウィザスプーンちょうど50戦目、区切りの試合になります。まあ浜さん先ほどおっしゃってましたが、はい、ウィザスプーンもう38歳です。いやーしぶといですね。それでなんていうんですか、体力の衰えを感じない選手ですよね。しかもそのランキングは認めてるんですよね。 IBF は10位、 WBC15 位ですからね。まあ、やっぱり実力者にまだ勝ってますからね、お互いに左を伸ばします。そしてレイ・マーサーは WBC のランキング11位。レイ・マーサーはレノックス・ルイスとやった時よりちょっと太くなったような感じしますね。そうですか。レイ・マーサーこの試合の計量239パウンド、108キロです。一方のウィザスプーンは235パウンド、106.5キロ。ボディブローも重いですね。レイ・マーサーはレノックス・ルイス戦から7ヶ月ぶりの試合になります。ワンツーを出します。レイ・マーサー。場所はニュージャージー州、出身はフロリダ州のジャクソンビルなんですけれども、レイ・マーサー現在はニュージャージーに本拠を構えています。左から右下突き上げます。小さなパンチ、ウィザスプーン。まあ小泉さん、最近復調著しいですよね、ウィザスプーンは。
そうですね、ウィザースプーンもそうなんですけれど、レイマーサーもですね、うん、最近あのホリフィールドの試合、レノックスルイスの試合、もう以前のですね、言葉悪いんですけど、どんなそのマーサーじゃないですよね。左か右のボディブロー、左を重たいパンチを返します。白のトランクス、ティム・ウィザースプーン。まあ浜さん、はい、熟年期に差し掛かって何か開眼したというところなんでしょうかね。まあ、キャリアを積んでボクシングが分かったというところもあると思いますよ。なるほど。まあ、我々でも引退してから気づくこと何回でもありましたから ね、 ですね。よくね、現役のボクサー、そして、1回引退したボクサー、そういうことを言いますよね。これは国内外問わずです。左を伸ばします。リーチはウィザースプーン、白のトランクスが194センチあります。ウィザースプーンいいパンチ打ってますね。そうですね、ペンシルバニア州ボクシングの都フィラデルフィア出身ウィザースプーン、コンビネーションを見せます。コンビネーションの間一発返しました。さあマーサー、ここで第1ラウンド終了です。さあまず小泉さん、どうでしょう。まあ第1ラウンド目、あのウィザースプーンに与えます。まあいつものようにですね、採点基準申し上げますけど、はい、まあ有効なクリーンヒット、そして攻撃を伴う構成ですね、で防御技術、でペース支配ですね、まあ、リングジェネラルシップと呼びますけど、それでポイントを振り分けていきますね。できるだけ10対10をつけないというのがですね、世界的な傾向です。両者のコーナーが映し出されています。まあ、先ほども言いました、このヘビー級は昨年タイソンがホリフィールドに敗れたことで、またまた戦国時代の様相を呈してきています。この2人、再び世界のチャンスが出てきたわけですが、またもう一つ言えるのは、一つ負ければ大きく脱落ということです。小泉さんおっしゃったように、まさに生き残り戦、選手生命をかけた大一番。まあ、しばしばこのヘビー級というのはノンタイトル戦ではありますが、そういった試合というのが出てきますね。まあそうですね、だからですね、まあ、ヘビー級のノンタイトル戦がですね、のファイトマネーですね、試合報酬が軽量級の世界タイトルマッチより多いことっていうのはザラにありますね。ありますね。まあ要するにファンへのその注目度ですね、はい、アピール度です。左を出していきました。体の大きな両者がぶつかっています。ウィザースプーンは191センチ、ミルジュショートストレートを出していきました。レイマーサー、レイマーサーは188センチあります。かなり浜田さん、はい、第1ラウンドから両者パンチ交換ありますね。そうですね、ウィザースプーンの方がやっぱり打ち気に出てるんで、レイマーサーとしても打たざるを得ないですね今。あ、おっと、どうしたんでしょう。ちょっと動きが止まりました。ちょっと頭を押さえてですね、そして両者の動きが止まったんですけどね、はい、右は空振り。ティム・ウィザースプーン、テリブルと紹介されていました。ティム・ウィザースプーン、かつて WBC と WBA のチャンピオンになった経験があります。左細かく突きます。レイマーサー、ティム・ウィザースプーンの、まあ、かつてがピークだとすると、その素晴らしい現役時代、一番調子の良かった自分ですよね、はい、どんなイメージだったんですか。まあ、ウィザースプーンですか、はい。まあ、今とボクシング自身は変わりませんけど、もっとスピード感がありましたね。そしてあの右のですね、一旦相手の外側、四角から出て叩きつけるようなスイング気味の右がですね、まあ、あの一度フランクブルーの英国でノックアウトしたように、はい、もっと重くてキレがあったんですね。ボディ2つ、そのウィザースプーン、人気の面ではどうでした。人気の面ではですね、実力は評価されながらですね、ちょっと言葉はあるんですが、花がないって言いますかね。人気の点では、そのスーパースターの仲間入りをすることはできないまま、こう年齢を重ねて、あのパンチですよ。右すごいパンチが入りました。今浜田さん、いいパンチでしたね。このパンチは得意なんですよ。このパンチ一発だけでよく乗っかってやってますからね。まあ、ああいったパンチを持っているから、その花はないけれども実力はあると。実力ありますね、このパンチは。こういうわけですね。長い左を伸ばしました、ティム・ウィザースプーン。ですから浜田さん、38歳まで生き残ってるわけですね。そういうことですね。そこ力ある選手ですよ。まあ、これでまた花がないと、どうやってアピールすればいいか難しいところもあるでしょうね。左から右、本人にすればどうすればいいんだという。まあ、そうですね、一発も大きいのも持ってるしですね、はい、その辺もあるいはファン、あるいはマスコミが作ったイメージなのかもしれません。
稲垣右のオーバーハンドショートで持っていきました。ここでゴングです。第2ラウンド終了です。まあ、このラウンドもやはりまあ、オーバーハンドライトって言いますかね、まあ、右のスイング気味の大きなパンチですけれど、あれが効果してますし、ボディブローも有効ですね。はい、だからウィザスプーンのラウンドです。ボディブローについて言いますとね、例えばフェリックス・トリンダーとかフレディ・ペンドルトンをノックアウトしたあのボディブローなんか思い出していただければ分かります。そのヘビー級以外のクラスでは結構ボディブロー有効ですよね。はい、ヘビー級ではですね、あまりボディでノックアウトっていうのはありませんね。そうですね。じゃあ有効じゃないのかっていうことになりますけど、かなりヘビー級の選手はですね、腹筋にですね、その脂肪がついてるんですね。それが一つのですね、もう壁になってましてね、軽いクラスの選手と比べると胴回りが太いだけ、ボディブローの効きが悪いんですよ。だからムハメドアリなんかはもうローパードープやりながら結構打たせてましたよね。はいはい、聞いてないことはないんですが、そのボディブローで決まるケースが少ないですね。さあ第3ラウンド、ヘビー級ノンタイトル10回戦、1、2ラウンドともウィザスプーンが制しています。まあ、ボディブローにこだわりますけど、丸い胴の選手はボディが強いというのは私は観察続けてきて、確率的に正しいんじゃないかと思います、ね。そうですか。はい、平べったい胴の選手は結構ボディが弱いと私はトレーナー経験から思います。ははこの両者でいうとマーサーの方でしょうか。いや、2人とも丸い、これは2人とも入りますか。はい、今日の試合のウェイトもそうでしょうけど、マーサールイスの時よりもやっぱり胴回り太いですね。ああ、そうですか。叩かれていますが、ちょっと今その胴に注目しますと、クロントランクスマーサーの方はプロテクターカップの位置ちょっと高くありませんか。そうですね、トランクスのベルトの幅ですね、右、はい、あれがちょっと小さいんですね。あ、ちょっとずれてるっていうのもあるかもしれません。今ショートのパンチ交換しています。第3ラウンド、レイマーサーのは横の方から見ますとずれてる感じもありますし、お相撲さんの化粧回しのように見えてしまいます。しかし重量感というのはかなり浜さん先ほど書いてるのを感じますね。まあ、レイマーサーやっぱり、一発当たればパンチを持ってますからね。それで、ルイスとやった時よりも足を止めて思いっきり打ちがちですね。はい、35歳はレイマーサーです。61年の4月4日生まれ、ティム・ウィザスプーンは57年12月27日です。もう少しレイマーサー動くとリズム出てくると思うんですけど、一発打ち切りに出てますよね。はい、だから結構食ってますよマーサーも。残り1分を切りました。第3ラウンド、体をつけていきますレイマーサー。このラウンドちょっとウィザスプーンの手数が少なくて、はい、マーサーのですね、左が目つきました。おー、こういったブロックの仕方をよくするんですけどね、はい、ウィザスプーンは今このグローブを顎のあたり持っていきまして、ブロックはしていましたね。そうです、はい、このブロックのやり方をよくするんですよ。はい、突進していきます。このショートのパンチを持っていきますレイマーサー。腹を2発、ティム・ウィザスプーン随分身長差を感じるんですけれども、数字によりますと3センチほどしか違いがありません。リーチも1センチウィザスプーンが勝っているだけです。ここでゴング、第3ラウンド終了です。ティム・ウィザスプーン対レイマーサーのサバイバルマッチ、ヘビー級ノンタイトル10回戦は第3ラウンド終了しました。まあ、このラウンドをですね、私はレイマーサーのポイントにつけますね。というのは、まあ、最初申し上げたそのボディーブローっていうのがですね、そのヘビー級においてはですね、有効度がやはり低いと思うんですね。はい、だから顔面へのパンチの方がですね、実際有効ですし、それでジャッジの人たちもそれ知ってますね。顔面へのパンチの方重きを置くっていうのはですね、他の非ヘビー級と比べてヘビー級では強いですよね。はい、マーサーのラウンドします。はい、第4ラウンドです。白のトランクスウィザスプーン、84年の3月に
グレグ・ペイジに判定勝ちで WBC のタイトルを手に入れました。そして、まあ、およそ2年後86年の1月、トニー・タップスにこれも判定勝ちで WBA のタイトルを手に入れました。この時は防衛にも成功しています。その相手がご存知のフランク・ブルーノでした。まあ、これまでウィザースプーンはですね、敗れたのがですね、まあ、ラリー・ホームズに初挑戦して敗れて惜敗ですね、はい、そしてピンクロン・トーマス、そしてボーン・クラッシャー・スミス、エベレット・マーティン、この4敗だけですからね。まあ、それだけ考えますと長いキャリアの中で大したものですウィザースプーン。まあ、マーチンがちょっとおーと2つ名前的にちょっと落ちますけれども、スミス、トーマス、ホームズは名前ビッグネームですからね。そうですね、両者を分けます。まあ、両者とも実力者であることは確かなんですけど、です、ね、特にですね、マーサーがここ数試合でですね、ちょっと心境著しいですね。ホリフィールドには負けました。しかしレノックス・ルイスにもいい勝負をしながら負けました。この2戦というのは見るものがありましたね。そうですね、あれマーサー変わったなって、思い切りが良くなった、それから踏み込みが鋭くなった、それで左がシャープになってきた、はい、ということは今までシャープじゃなかったんですよね、うん、まあ頑強で、それでパンチあったんですけどね、はい、やっぱおー、いいアッパーですね。非常に怖いアッパーです。マーサー、またアッパー入りました、うん、右もう一つを空振り、左を持っていきました。今みたいにそのパンチ出すのなかなか思い切りがいいですね、そして、まあ、以前は単発だったんですけど、今度このコンビネーションが出るようになってます。コンビネーションが出るようになりました。今さ、今のは相打ち、ウィザースプーンのタイミング合ってましたよ。合ってましたか、はい、ウィザースプーンが合っていた、はい、当たらなかったんですけどね、マーサーの顔面が、まあ、体が伸び上がる瞬間にストレートですが、ああいうのふーっと効くんですよね。左右のボディブロー、ウィザースプーンがよくボディブローを見せます。ああいう重い強いアッパーはですね、相手をヨシンバはそのグローブの内側でブロックしても効きますね、はい、相手にその軽い脳震盪を与えることができますね、アッパーっていうのは接近戦では必ず突き上げるということが必要ですね。そういう癖つけるのがいいですね。ガードの間を通しました、左のジャブ、ウィザースプーン、まもなくこのラウンドも終了です。第4ラウンド終了です。このラウンドも私はマーサーのラウンドにしますね、はい、そのアッパー その効果を取ります、ブルーのマウスピースを加えています。レイマーサー、レイマーサーは元 WBO のチャンピオンです。フランチェスコ・ダミアニにノックアウト勝ちを収めました。防衛は一度成功していますが、これは剥奪されたんでしたよね、確かね。ラリー・ホームズとのですね、防衛戦を企画して、それであの WBO 本部がですね、それを承認しないと言ったんですけど、それを強行したためにですね、剥奪されたんですね。あー、いいアッパーですね。浜さん、どうですか今のアッパー。いいですよ、右の腕の力も強いしですね、あのアッパーは、まあ、ウィザースもタフなんで、ダメージないような表情ですけど、あのパワー有効的ですよ、レイマーサーは単純にあの腕のパワー強そうですよね。強いですよ、この選手は。腕だけのパンチっていうのもかなり威力がありそうです。それと打たれ強い選手でもあるんですね、最初に浜さんおっしゃってました、両者とも打たれ強いところがある。そうなんですね、はい、第5ラウンドが始まっています。ウィザースプーンは先ほども言いました WBA と WBC の世界タイトルを取っている数少ないボクサーのうちの一人です。最近はクルーザー級チャンピオンのアルフレッド・コールや、それからあの巨漢のホルヘ・ルイス・ゴンサレスなど、こういった実力者に干渉しています。両者の体の柔らかさはウィザースプーンの方が柔らかいですね。 お互いに左を伸ばします。その後続けていったのはレイマーサー、インサイドから打ちました。ボディを打つな、ウィザースプーンですが、マーサー、マーサー、トミー、クロス、グラついたか、ウィザースプーンの一パンチが入りました。第5ラウンド、まだまだ時間がたっぷりあります。浜さん、今、クロス気味にインサイド。本当ですね、上から打ち下ろしですね、一番得意とするパンチですよね。はい、ウィザースプーンのインパンチがありました。その前にマーサーにもあったんですけれども、
すぐ打ち返しましたね、それを取り消すような帳消しにするようないいパンチ、まあ、ウィザスプーン帳消しというかの見た目には後に打った方がやっぱ印象強いですね、うん、そうですね。しかしこの両者その十分生き残り戦というのを感じ取ってるんでしょう。激しい立ち上がりになっています。中盤です。第5ラウンド、帯ボディから右、上のコンビネーションを見せます。ティム・ウィザスプーン、ウィザスプーンの方がコンビネーションブローは多いようです。小さくつきます。レイマーサー、レイマーサー足止めました。右を狙っています。アウチャー、今のは来ましたね、ちょっと効きましたね、今来ましたよ。サードスがクリンチします。レイマーサー効いてますよ。マーサーの膝を見てください、ちょっと引きつってますね。そうですね、ガックンガックンとこう ついていきます。さあ進めてきます。ウィザスプーンまだ40秒あります。右に大きく振ります。左ナッパー一つついて後が続きません。チャンスを迎えたんですが、ウィザスプーン下がります。レイマーサー休みます、ね、マーサーが下がるっていうのは珍しいんですよ ね。このラウンドはなんとか時間を稼いでしのごうというそんなレイマーサー、コーナー奥深く入りました。回振ります。しかしもうほとんど時間なし、攻撃疲れしたか。ティム・ウィザスプーンもっと右のストレートが空振ったところで第5ラウンド終了です。このラウンドはマーサーがぐらつくシーンがありました。このラウンドはもう文句なしウィザスプーンでしょう、はい。まあ、相手に与えたダメージ、パンチの有効度っていうのはウィザスプーン上ですね。こちらも大きな息を吐き出していますウィザスプーン。このテリブルっていうニックネームですね、これ面白いですね、恐るべきっていう意味とね、ザ・テリブルって言うとですね、ひでえっていう意味があるんですよ、だからそのウィザスプーンはですね、ある時は恐るべきウィザスプーンなんですけど、ある時はひどいウィザスプーンがあるんですね。なるほど。あ、このアッパーは浜田さん、この辺はあいいシーンだったんですが、その後すぐいいシーンの後に打ち返されるとあれですね、やっぱり最後の方がなんていうんですかね、印象深いですね。今のは聞いたんですね、はいはい。第6ラウンドです。ヘビー級ノンタイトル10回戦、まあ、1920年代ですね、まあ、ローリング20ズのそのメインチャンピオン、あのジャック・デンプシーがこういうこと言ってるんですね、はい。まあ、ヘビー級のチャンピオンになるにはですね、強いパンチとその強いパンチを受け止めるそのタフネスが必要なんだと、うん、まあ、この2人見てると言えて妙だなと思いますね。左伸ばします。アメリカの東海岸ニュージャージー州アトランティックシティにありますコンベンションセンター。だからヘビー級の選手は自分のタフネスを高めるためですね、打たれ強さを高めるためにかなりその体作りしますね、ええ。まあ、ウェイトトレーニングなんかでもですね、他のクラスよりも導入率が高いです。で、減量のあるクラスはですね、それやると体が大きくなってしまって減量がきつくなるんですね、逆に、はい、シャープさがなくなる時もあるわけですよね。はは、少し前かがみになりまして、ウィザスプーン左から伸ばしていきました。大きく息を吐き出しますウィザスプーン。仕草だけ見てみますと、浜田さん、はい、レイマーサーのがタフで、先ほどちょっとぐらつきましたけど、ウィザスプーンの方が息切れしてるような感じが見られるんですが、それはどうですか。まあ、ちょっとあの息切れはしてますね、スタミナの使い方うまいですよ、この選手は。今やっぱり1ラウンドが全部打ちに行ったんで、息切れはしてますね。なるほど。で、ごまかし方、回復の仕方はうまいところありますから。あ、まあ、それだけのキャリアを持っています。まあ、キャリアですね、レイマーサーはそれとくらいで、まあ、真っ正直でごまかしが効かない、ごまかし貸し切れない選手です ね。あと、あんまりフットワークは使わないですから ね。そうですね、どちらかというと構えて打つレイマーサー、本当真っ正直ですよ。性格もそういった性格じゃないですかね性格というのはよくスタイルに現れるらしいですね。現れますね、はい。
やはりパチンと当てます。まあ、ディフェンスということになるとですね、ウィザースプーンの方がですね、まあ、それほどうまいことはないんですけれど、やはり自分なりのかわす方法を持ってますね、パンチを。マーサの方はですね、ともかくガードして前に出るだけですもんね、だからこういうその防御の感がない選手、防御感のない選手っていうのはやっぱりガードとですね、攻撃を防御にしないといけないんですね、もっと手を出すことによって相手の攻撃を抑えるということが必要になってくるんですね。だからガードが大事ですよね。はい、おー、次マーサーのパンチ、その前にボディも打っていました。88年、あのソウルオリンピックのヘビー級金メダリストです、レイマーサー。あ、コドゴングです。第6ラウンド終えました。このラウンドはですね、お互いにパンチが有効だったんですね。難しいラウンドですか？難しいラウンドですね。私はですね、これあのウィザースプーンのですね、あのパンチの方がより有効だったと思いますけれど、マーサーを打たせながら打ちますからね、その分はそうですね、このパンチなんかいいパンチだったです、はい、ボディからですね、そういうのウィザースプーンいいパンチありましたね。浜田さんはどうでしょう、今のはですね、まあ、3人のジャッジいてみんな分かれてるんじゃないかなと思うんですね。私はマーサーのラウンドです。あ、そうですか、はい、今のは分かれてると思いますよ、さあ第7ラウンドヘビー級ノンタイトル10回戦、ティム・ウィザースプーン対レイマーサーの一戦です。ティム・ウィザースプーン、まあ、この選手は昔からの名前です。ラリー・ホームズと戦ったこともあります、まあ、レイマーサーもホームズと戦ったことがありますが、戦っている時期がだいぶ違います。一方のウィザースプーンは83年、レイマーサーは92年です。食うときはまともに食うのはレイマーサーですね。そうですね。第7ラウンドレイマーサーを、おー、遠いパンチだ、アッパーからいった。ウィザースプーン、いや、マーサーも反撃します。タフです、やはりタフです。両者打たれ強い。今の反撃の仕方はもう完全に力だけの反撃の仕方ですね、これでもう少し柔らかいと、まあ、マーサーが柔らかいとパンチの打たれ方も、まあ、打たれ方にいいことはないんですけどね、打たれ方も吸収して柔らげると思いますけどね。なるほどね。まともに食ってますよ、あ、今も出ていくときちょっともらいました。レイマーサー、私はこう思うんですね。お互いその相手にダメ与えたダメージが同等である、はい、その有効なクリーンヒットとは同じでもですね、片方はその他のパンチ殺している場合で、片方は結構もろに食らってる場合って言ったらですね、やっぱりディフェンスの差っていうのはポイントに響いてきて叱るべきだと思うんですよね、はい、あ、レイマーサーが何かこういいリズムになってきました。そうなんですね。マーサーはレノックスリースと戦った時なんかですね、時々あれと思うようないいリズムを見せる時あるんですね、そういうのもできるんじゃないかという感じが、あっとお腹を叩いてきましたが、一発顎にもらいました。ウィザースプーン、自分を打たせて本当に肉を切らせて骨を足すというようなレイマーサー、まあ、ファイター型の選手がですね、いいジャブを見せると時々びっくりしますね、まあ、びっくりする方がおかしいのかもしれない、ね、例えばジョー・フレイジャーがですね、ジョージ・シュバルと戦った時ですね、あのファイターのフレイジャーがですね、いつも左フック振ってたのが強い、もう左ストレートみたいなジャブを打つわけですね。 あれ、お主やるなっていう風な感じを持ったこともありましたね。まあ、周りが抱くそのイメージから受ける先入観といいましょうかね、そういうのがありますよね、固定観念みたいなのがね。ファイターはジャブを打たないとかですね、いうのはもうそれは間違いですね。ファイターも時とタイミングによってはジャブを打ちますからね。第7ラウンド終了です。
私はこのラウンドウィザスプーンにつけたいと思いますね。はい、ウィザスプーンの方が若干ポイント的には上回っているでしょうか。こちらがティム・ウィザスプーン、 IBF 世界ヘビー級の10位、 WBC は15位です、ティム・ウィザスプーン。まあ、両方とも先ほども言いましたラリー・ホームズとやっています。ああ、先ほどのシーンです。いいパンチだったですね。この攻め返し方もマーサーうまかったんですよ、うん、あの反撃して体を押し付けましたからね、はい、あれ交代でもすると後の後続のパンチがその飛んできますから、ね、ええ、さあ第8ラウンドです。これも一つ の人生のボクシング人生の節目の一試合でしょう。両者レイマーサーは割とそういう試合経験してきてますよね、ホームズ戦ノンタイトル戦だったんですが、確か92年この時点で勝てば当時のホリフィールドに挑戦できるようなそんな試合でしたもんね。そうなんです。あの試合はですね、その抜け道のない試合ですね。と言いますのはですね、強行して WBO のタイトルを剥奪されて、ええ、勝てばそういうタイトル挑戦の、まあ、政党団体のタイトルに挑戦できるっていう道あったんですけど、結局その試合負けてしまいましたね、はい、ジェシー・ファーガソンと戦った時にですね、そのあれも次に勝てばその世界タイトル挑戦決まってたんですけれど、部が悪くて試合の途中、おい10万ドルやるから負けてくれと。ありましたね、まあ、これは審議がそのどうかっていうんで裁判にもなりましたね。だけど、まあ、あれでやはりマーサっていうのはドジ男っていうイメージができましたよね、それは事実なんですよ。まあ、その2度の、まあ、前哨戦と呼ぶならば2度も前哨戦で挫折してるわけですからね、はい、ラリー・ホームズに判定負け、その翌年93年にはジェシー・ファーガソンに判定負け、今回もそのうちの、まあ、前哨戦とはそこまではいきませんが大きな一つです、区切りの一つになります。まあ、結局はそのホーム戦もホームズが勝ちまして、ワーワーがお届けしましたホリフィールドとホーム戦というのが生まれたわけです。それからすると大事な試合は落としてるんですね、マーサーは。そういうことになりますよね、はい、4つ負けていますがほとんどがそういった本当に大事な試合、レイマーサー、まあ、両者のキャリアなんですけどね、年齢は38歳と35歳で3つしか違わないんですけど、キャリアは10年の違いがあるんですね、はいはい、まあ、片方そのウィザスプーンは79年デビューですよね、それでマーサー89年デビューですよ、だから10年の開きあるんですね、片方キャリア17年片方キャリア7年ですからね。両者を沸きます、トニー・ペレス、後頭部打つのラビットパンチって言うんですけど、ラビットパンチを打つなと、特にマーサー今みたいに打ちましたね、あれは悪い癖なんです、あそこ打つとですね危険なんですよね、はい、おっと右、そのまた右、右をダブルで持っていました、これはいけません、抱え込んではいけません、いいステップを切りまして右を連続させました、レイマーサー左をついていきます、これゴング、おっとゴング5です、第8ラウンド終了。私はこのラウンドはマーサーにつけたいと思います。はい、レイマーサー、あ、先ほどのパンチですね、はい、右服打って接して右アッパーですね、浜さん、ああいうところを見ますとマーサーはやはりこう運動神経といいましょうかね、まあ、いい動きしますね、普段足を止めているんですけどね、その瞬間瞬間というのはやっぱポイント捉え方はやっぱり持ってますよね、できるんですね、持ってなければまたここまで生き残れないですけどね、そうですね、そうですね、金メダル、アマチュアの最高峰に立った人間ですからね、まあ、アメリカの代表でありますから、これはすごいことだと思います。すごい数の中からの代表ですからね、そして金メダルですからね、さあ残りわずかになってきましたがヘビー級ノンタイトル10回戦第9ラウンド、ラウンドは押し詰まっています。まあ、アメリカに限らず世界ヘビー級チャンピオンというのはオリンピックでの金メダルというのは一つの通過点、通らなければいけない道になっている感じしますね。そうですね、はい、世界ヘビー級チャンピオン
見てるとみんな金メダル引き下げて出てきてますからね。あ、そうですよね、はい、古くはもうモハメドアリからそうですからね。当時はカシアスプレーです。第9ラウンド、まあ、レイマーサーはですね、あの88年のオリンピックであのスーパーヘビー級の下のヘビー級で金メダル取ったんですね、はい、それで決勝で当たったのは韓国のパク・ヒュンマンですね、ええ、まあ、白いって白って書くんですけれど、その準決勝でですね、ベックはですね、まあ、アンドリュー・ゴロタ、まあ、名イベントに登場しますけど、それに RS 勝ちしてるんですね。そう、はい、それで、まあ、ゴロタが銅メダル、そしてレイマーサーは金メダルですもんね。 RSC レフリーストップコンテスト。あ、そうですね、はい、まあ、プロのボクシングの TKO ですね。 TKO ですね。第9ラウンド半ばです、まあ、組み合わせが違えばそのレイマーサーとゴロタの、準決勝での対戦もありえたわけですね。そうですよね、はい、かかっていた右はブロックされました。レイマーサー後どういった展開になりますか。さあ打っていきます、ウィザスプーン。まあ、ハマンさん言われた5ラウンドぐらいからですね、もうウィザスプーンかなり疲れてるんですよ。はい、あーとミルスレートマサ、ただペース配分がベテランですからうまいですよね、うん、たまにパンチ出してはそして休みながら、はい、そして相手をかけ抱え込んだりですね、うん、それと体が柔らかいから吸収できるわけですよね。なるほど、それがありますね。お、左ガードの上から始まりまして左は顎に当たったようです。また左、まあ、最後3つ目左アッパーいいですね、強烈な左アッパー呼び込みます。マーサー入っていきます。ウィザスプーンいいパンチ食った後下がらないでしょう、逆にプレッシャーかけて距離詰めますね、だから後続では受けないんですよ。おーと、あとわずかになりました。第9ラウンド、これはラストラウンドまでいきます。ゴングです。第9ラウンド終了しました。ヘビー級ノンタイトル10回戦、ウィザスプーンとマーサーが対戦しています。アトランティックシティコンベンションセンター。まあ、このラウンドもお互いにいいパンチありましたけどね、あの、接近戦クロスレンジでそのワンツーから左アッパーですね、あの小さなパンチにレイマーサーいいパンチあったと思います。私はマーサーのポイントにします。はい、私はここまででですね、その6ラウンドと7ラウンドがちょっと疑問がつくラウンドでだったんですけれど、ウィザースプーンが5ポイント、マーサーが4ポイント取ってますね。ラスト勝負みたいな感じになりますね。接戦ですね。そうなると 6ラウンド目7ラウンド目の採点っていうのがですね、レフリージャッジどうつけてるかなっていう興味がありますね、はい、さあラストラウンドですどちらが現在のこの戦国時代ヘビー級生き残っていくでしょうか。ティム・ウィザスプーン、レイマーサー、ラストラウンドを迎えます。左から右、残っている体力すべて使おうというティム・ウィザスプーン、また出ていきます。かつての2団体チャンピオンティム・ウィザスプーン、一方レイマーサーはかつての WBO のチャンピオン。おーと右左、レイマーサー、レイマーサーはよく経歴見てみますと、その大きなチャンスには恵まれてるんですけども、まだ主要、まあ、かつての WBA、WBC に挑戦したことはないんですね。そうなんですね、まあ、フランチェスコ・ダミアニに勝ってですね、WBO のチャンピオンになったんです。まあ、それでもって、まあ、元チャンピオンなんですけど、当時の WBO っていうのは権威が低いんでですね、はい、まあ、元世界チャンピオンたくさんいる中でもちょっとステータスが低い感じですよね、両者を分けます。ラストラウンド、小泉さんの採点ですとポイントは微妙です。このラストラウンドが勝敗に大きく影響する可能性大です。インサイドから右のショートを持っていきました。レイバーサー、レイバーサー、ウッド
両者とも疲れていますが、これがラストラウンドです。ガードを弾き飛ばすようなショート、タイマーさん持ってますね、この太い二の腕を使いまして大きなパンチを放っていきます。まとび押しながら右のパンチ、ショートレンジで打ち込んでいきます。元気ありますね。いいですね。ウィザスプーンちょっとスタミナが切れかけてるんですけれど、切れてますね。なんとかこれをしのごうというベテランティム・ウィザスプーン、この辺の動きもだいぶスローになってきました。最終ラウンドマーサーどういう計算してるのか、勝負かけましたね。さあラッシュしていますが残り50秒切っています。ラストスパート、レイマーサーボクサー見てて面白いですね。だから非常にパンチは切れてシャープだけれどスタミナがない、打たれ弱いとか、で本当にそのドンなんだけれどそれほどその運動神経良くないんだけれど、まあボクシングセンスにないんだけれど非常にタフでパンチがあるとかですね、なかなかコンプリートにあの能力が完備した選手っていうのはいませんよ ね、 そ, うですね、まあ、それの戦い合いですから人間的なんですよね、ここは離れます。レイマーサー離れます、距離を行きます。あ、試合終了の間もなくゴング、試合終了です。ラストラウンド両者一斉に両手を挙げました。私はこのラウンドはマーサーのポイントですね、パンチは有効だったと思います。私は 95-95 ドローですね。それで分析するとですね、6、7がですねウィザスプーンのポイントにつけましたけど、ここでマーサーのパンチの方を取るとですね2ポイントですね、片方2ポイント減り片方2ポイント増えますから、はい、97、92でマーサーっていうのもありえますね。事実浜田さんは第6ラウンドはマーサーに入れてるわけですから ね、はい、だから微妙な採点にはなるんじゃないですか。はい、さあどちらがサバイバル生き残りますか。およそ2週間後ティム・ウィザスプーンの方は39歳の誕生日を迎えます。いい試合だったですね、まあ、お互い持ち味を生かしてですね、お互いかなり強いパンチを叩きつけ入りましたね。Paul Venti scores the bout 97 to 93. Calvin Claxton scores it 97 to 91. And Joseph Pasquale scores the bout 97-93 for the winner by unanimous decision, Merciless Ray Mercer! レイマーサーです。飛び上がりました、レイマーサー。嬉しそうです。まあ、97-93、97-91、97-93ですね、はい、いや今画面は両者の表情を捉えてましたけれども対照的な表情を見せました。本当に対照的ですね、まあ、これが表してますね、この試合がどういった意味合いがあるのかというのを、生き残りましたレイマーサー、この戦国のヘビー級戦線残っています。これでティム・ウィザスプーンまたしばらく大戦からは離れたということになります。果たしてこの後チャンスが巡ってきますか、ティム・ウィザスプーン。最後の激しい、まあ、運が回ってくるかもしれませんね、うん、この試合での一勝っていうのは大きいですよ。そうですね、マーサーのボクシングキャリアにとってね、誰とも善戦するんだけれどそのトップには勝てない、レノックス・ルイスにもホリフィルズにも勝てないっていう、そういう風なアレックス・チョアとレイ・マーサーっていうのはですね、言葉あるんですけどいいかませ犬的な見方がありましたね、名前があるけれど危険がない、はい、ところがこの試合